さて本日のゲストです。108海馬五郎の復讐と冒険、監督、脚本、主演を務められております松尾鈴木監督にお越しいただいてます。よろしくお願いします。監督作4年ぶりで4本目ということで。そうですね。しかも今回監督、脚本、主演って全部やられたのが初めてになるんですよね。そうです。その経緯というのを教えていただいてもよろしいでしょうか。まあもともとね、デビュー作から出てますし、はい、どっか自分になんかこう喜劇人みたいなイメージを自分に持ってるんで、持ってるというか、なんか持とうとしてるところがあって、はい、それはもう昭和の喜劇人、あの森重さんとか、はいはいはい、森重さん、まあ、それはちょっと言い過ぎですけど三木紀平さんとか由利徹さんとか、はいはいはい、ああいうなんかこうコメディの映画にしか出ないみたいな、ああいうポジションに対する憧れがあるんですよね。だからまあ僕もシリアスな芝居をたまにはしますけど、はい、主に喜劇をやってますから、だから喜劇人として一回体が動くうちにドタバタコメディを自分で撮ってみたいっていう欲がやっぱり50歳の時に思いついたんですけど、はい、今56歳ですけど、あの自分のなんか体力の限界みたいなものが間近に迫ってきてるみたいな危機感もあって、はい、それであのなんとか泣きの一本じゃないですけど、撮りたいなって思って始まったんですね。しかもあの108人の女性を抱く、しかも愛する妻への復讐を込めて、もうそこのなんかこう、まあ、プロットのところからこれすごいなと思ったんですけど、しかも奥様が中山美穂さんじゃないですか、もうここからしてファンタジーであって、どういう展開になるんだろうと思ってたんですけど、ここはどうやってその物語を思いつかれたんですか。それはね、もう5年以上前の話なんで、あのパッとは思い出せないですけど、まあ、でも僕が物語を書くとどうも複雑になる嫌いがあって、だからなかなか自分が原作、自分がオリジナル脚本で書けなかったんですよね、はい、映画ってやっぱりシンプルな方がいいじゃないですか、まあ、複雑なものももちろんあるけど、はい、まあ、自分が脚本監督っていう場合はやっぱりなんかこう どうも原作ものに頼りがちっていうか、それやっぱそのシンプルな話が考えられないっていう、ずっとそういう体質できたんで、でもそれ思いついちゃったんですよね。その妻への復讐で女を抱く男の108人の煩悩の数面白いじゃんっていう、しかもその中山美穂さんがこの奥さん役っていうのは、なんかそもそも中山美穂さんが松尾鈴木監督の作品に出たいっていうのがあってってことだったんですよね。いや、それも結構複雑な経緯があるんですけど、2年ぐらい前に京都でドラマの撮影があって、はい、僕も中山さんのそこに俳優として出てたんですけど、同じシーンはなかったんですね。でそれで、まあ、最後ぐらいの時に監督がせっかくだし中山さんと松尾さん飲みませんかみたいな感じで引き合わせてくれて、それでまあ飲みながらうだうだ話をしてるうちに、ちょうどその108が宙に浮いてた時期だったんですよ、はいはいはい、制作会社が見つからないっていうんで、まあ、その愚痴をちょっとこぼして、あじゃあどんな映画なんですかっていう話で、まあ、ざっくりしたあらすじを言ったんですけど、なんかそれはすごい気に入ったみたいで、まあ、それはそれでその日はお別れになったんですけど、後日その中山さん あのパリ時代の友達で、はい、あの僕の古くからの友人がいるんですけど、まあ、たまたまその共通の友人 で中山さんとご飯食べてる時に、その中山さんが松尾さんのシナリオ面白いって言ってるよみたいな、それでシナリオまだ読ませてなかったんですけど、ものはついでだと思って、チャレンジだと思って事務所の方に送らせていただいたら、読んで、すぐでいろいろ不安はあるけど出たいっていう返事が来まして、なんかすごくシナリオを気に入ってくれて、
いやもうね、映画見た時に中山美穂さんもチャレンジングですよね、この役って思いました。まあそこばかりをね取り上げられるとちょっと困っちゃうんですけど、そこはまあ、 僕のファンタジーの中に出てくるシーンなんで、そこまでの生々しさはないと僕は思ってるんですけど、まあ、もっとその中山さんが僕の妻としてこう揺れ動いていく様とか、うんうん、そういうところをちゃんと見てほしいなとは思いますけど。いやすごい面白かったです。しかも秋山夏子さんだったりとか、もう大東俊介さんだったりとか、しかも坂井真紀さんとか、本当にバラエティに富んだ、でも演技の面白い方ばかりが揃ってたので、ここはやっぱり監督がこだわったのかなと思うんですけれども。そうですね、秋山さんに関してはもう本当に制作会社が決まるちゃんと決まらないうちからオファーして、ドッキドキだったんですけど、もう1年ぐらい待たせてたから、うん、でももうこの役は秋山さんしかないと思って書いてましたから。もう当て書きだったんですか。完全な当て書きです、うん、でもその秋山さんの役っていうのが本当にいそうな女優さんじゃないですか、想像するともしかして、うん、まあいないんですけど、さすがにあんな人はいないけど、こういう人いそうだなって僕も思います。うん、今回その松尾監督の役というのがこう脚本家さんですよね。でそれが今度自分の脚本が舞台化するっていうのでオーディションするシーンもあって、ここもすごくリアルだったんですけれども、うん、そういうところの発案とか、ああいうやっぱりオーディション風景っていうのはご自身の体験とかは入ってたりするんですか。うん、だから結局僕武将なところがあって、うん、資料を調べるのがすごい嫌いなんですよ、うん、だから原作ものに頼ることになるし、でも自分のポジション、今のポジションで脚本も書いて演出もして映画も撮ってっていう、その側だけ借りればリアルな人物が作れるじゃないですか、うん、そういうことなんですよね、うん、じゃあもうある意味本当に松尾鈴木監督がそこにいるみたいな。中身は違うんですけど側がいる感じで、うん、私この映画見た時にミュージカルシーンがあるじゃないですか。あそこがすごく斬新だったんですよそこはあえても映画化する時から決められてたんですか。そう、もちろんそうですね、うん、まあ、これ結構唐突に入ってくるからスタッフに反対されるかと思ったんですけど、意外とみんななんかこれやらなきゃダメだみたいなことになって、うん、いや、まあ、撮影のクランクインがこのシーンだったんで相当大変でしたけど、ね、坂井真紀さんのところのカフェというか食事の場所のシーンの、そうそう、うん、でもそのミュージカルにしようと思った理由って何だったんですか。そこ、いや面白いからですよね、うん、まあ、全体的にこうミュージカルがちょこちょこ入ってくる中の、はい、入り口ですよね、うん、ここからは自由になりますよっていうこと。なんか最近思ってたんですよ、その日本ってミュージカル映画を作るのがうまくないって昔ずっと言われ続けていて、最近少しずつ増えてきてるじゃないですか、うん、だから映画でこう表現すること、ミュージカル映画を日本で表現することってどんなところが難しいんだろうって思ってる時にこの映画を見たんですよ、うん、僕だから難しいのはその日本人の中に根っこの中にミュージカルがないからでしょうね。ミュージカルを受け入れる体質っていうのはそもそもない向こうの文化だから、うん、ただまあ僕はそうは言ってもミュージカルをいっぱい作ってきたんで、うんうんうん、ノウハウみたいなものはあるし、ここでドンっていう対抗が3つセリフの間に入ればポンといけるなみたいな歌に、うん、そういう計算はできる方なんだと思って。でも確かになんか舞台をやられてるからこそっていうのあるかもしれませんよね。急に映画でミュージカル作るって難しいかもって、うん、でも割とうまくいってたでしょ。いや面白かったですだからやっぱり演出をされてて舞台もやられてるのもあるから、その入り方もすごくチャーミングじゃないですか。すごい楽しくて、うん、あこれこっからこういうコメディになっていくのかって思っていました、うん、そう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 、